小ぶれします。雪が溶けて川になって流れていきます。つくしの子が恥ずかしげに顔を出します。もうすぐ春ですね。ちょっと気取ってみませんか？風が吹いて暖かさを運んできました。どこかの子が隣の子を迎えに来ました。もうすぐ春ですね。彼を誘ってみませんか？泣いてばかりいたって幸せは来ないから。重いコート脱いで出かけませんか？もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか？左、宇治村美希。愛称、美希ちゃん。中央、伊藤蘭。愛称、蘭ちゃん。右、田中よし子。愛称、すーちゃん。惜しまれて解散しても、今もなお根強い人気を誇るキャンディーズですね。代表曲に春一番があります。同世代の皆さんは馴染みの深い歌だと思います。雪が溶けて川になってという軽快なリズム、テンポのいい歌詞とメロディーがマッチした心よい曲調の歌です。しかしながら、このキャンディーズの春一番がカラオケで歌えなくなっていたというのですが、皆さんはご存知だったでしょうか？キャンディーズの春一番がこの3年間カラオケで歌えなくなっていたのをご存知でしょうか？キャンディーズの数々の楽曲を手掛けてきた小口祐介氏が春一番と夏が来たの著作権管理を退会していたジャスラックに戻すことを発表しました。抹殺されていたあの名曲が3年ぶりに解禁となり話題を呼んだ。これまでも有名歌手の数々の名曲が諸事情により発売拒否、歌詞変更、放送中止の浮き目にあってきた。そうした知られざる放送禁止歌の一部を紹介しよう。まずは70年代から。75年に泳げたい焼きくんで457万枚を売り上げたシモン・マサトがその3年後にリリースしたスターウォーズのテーマ、映画スターウォーズの日本語バージョンでしたが、権利の問題でアメリカ側からクレームが入り回収されました。歌詞解曲として有名なのは山口百恵さんの代名詞ソングプレイバックパート2。商品名であるという理由で一時期 NHK の歌番組では歌詞のポルシェを車と変更させられていました。こんなことがあったことは皆さんご存知でしょうか？同じく NHK に怒られたのは三河健一のお金をちょうだい。この曲にも驚きましたね。その理由とは、別れる前にお金をちょうだい、そのお金でアパートを借りるのという内容が不適当として当時の NHK で歌唱禁止になった。76年には国民的アイドルのピンクレディの SOS も問題視されている。レコードで冒頭に使用したモールス信号 SOS の効果音が当時の電波法に触れるとして放送時にその部分がカットされました。ブルースバンドの有歌壇に突きつけられたのは職業差別というレッテル。デビューアルバムに収録されていたお掃除おばちゃんがその指摘を受けました。後に反論ソングお掃除おばちゃんを発表しています。危ないものはやらない、音楽業界全体にそんな空気が漂い始め、そして80年代に突入していく。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をいただけると嬉しいです。